はい、どうも、うずです。足利市はね、栃木県足利市の、スタジオで、今回は動画の方をお送りしたいんですけれども、どなたですか？そこスタジオなのって言った人、スタジオだよ。だって私ここで動画いっぱい撮ってるもん。ちなみに、はい、皆様が利用される場所なので、私独占するスタジオじゃありませんので、まあ、勝手に私が、はい、栃木県足利市のね、スタジオをこの、設けているって思い込んでるだけですから。頭痛いやつですね。そんな話はどうでもいいね。はい、今回はですね、キャノンのシネマカメラ、EOS C80。これを3週間ほどかな、もうお借りしていて、ちょっとね、長期でお借り今回してしまってて申し訳ないんですけど、はい、そろそろね、3週間もちまちま使ってたら、まあ話すこともできるんじゃないかということで、まず1本目の動画ということでね、シネマカメラっていうのが一体どんなカメラなのかを知っていただきたい。まあ、この動画を見て知れるかどうかは微妙なんだけど。はい。まあ、普段私が使ってるのは、こちらのキャノンの EOS R6 というミラーレスカメラを利用してます。で、このカメラもレンズ交換式でフルサイズセンサー、動画も写真も綺麗に撮れる。それに対してシネマカメラってじゃあどんな感じなのよっていう、そういう話の動画です。まあ、ちょいちょいとね、これで撮影した映像も挟みながら、挟めるよね。挟める素材あったよね。挟みながら、ちょっとお話の方をやっていきたいと思います。で、先にリスク回避トークってわけじゃないんですけど、カメラってね、使う人によって、その使い方って様々で、もちろんシネマカメラといっても、使う方が映画を撮る方だったり、プロモーションビデオを撮る方だったり、まあ、いろいろね、使い方が様々だと思うんですよ。その中で、私は普段 YouTube 動画を撮っていて、まあ、たまに企業様の撮影とか、まあ、あと自治体のね、映像撮影などをすることがあるので、まあ、そういったような用途で使う人が今回お話しするっていうことで、見ていただければと思います。 なんかすごいセーフティーに行こうとするよね。で、まず一般的なミラーレスカメラ、まあ、キャノンの EOS R6 を一般的なミラーレスカメラと捉えるかどうかは置いておいて、まあ、こちらのミラーレスカメラに対してシネマカメラの方はかなり大きさが大きいです。そして分厚い。はい、これがそうですね。まあ、つけてるレンズが今回たまたまね、ちょっとレンズ変えてみようか。ちっちゃいレンズにするね、一回。はい、今、ハンドルを外して、あとレンズの方もね、35mm のレンズに変えたので、まあ、実際こちらの EOS R6 に比べてもレンズはコンパクト化になったと思います。まあ、それであってもボディの差がかなり大きいと思います。まあ、横に並べて比べてみると、だいぶボディの厚みの差、あとそのものでね、高さも違うので大きさの差がすごく出てると思います。これがシネマカメラと一般的なミラーレスカメラの大きさの差のイメージになります。はい、で、こちらのカメラ2つの大きさの差なんですけれども、一番大きな部分が、シネマカメラと呼ばれる EOS C80 の方は、排熱口がこの後ろ側のね、穴のところにあります。はい、ちょっと明るさがあって見やすいね。はい、この排熱口の方から熱の方を逃がしてくれるので、4K60p で、まあ、ログ撮影とかロー撮影をしてたとしても、かなり長時間回しっぱなしにできるってところが大きな違いになってきます。これがミラーレスカメラの EOS R6 とか R5 はまだマシかな。でも R5 でも、長時間 4K での高負荷をかける録画をしていると、映像の方は途中で止まる形になりますので、そこの部分がシネマカメラはまず大きな利点になります。はい、あとはこちらモニターですね。C80 の方は、昔ね、キャノンもビデオカメラを作っていて発売していて、アイビスっていうシリーズがあったんですよ。それと同じような液晶のモニターになってます。だから横から見ると、キャノンが以前発売していた、アイビスっていうビデオカメラと同じ、なんかね、懐かしい方もいると思うんですけど、同じ形をしているモニターになってるんですよ。液晶タッチパネルが。で、キャノンの以前のモデル C70 の時は、この液晶モニターが若干ね、なんかちょっと不評があったそうなんですけど、私よく知らないんですけど、今回の C80 はめちゃくちゃこのモニター使いやすくなっていて、私これしか使ってないですからね。すごく使いやすいモニターになっております。で、モニターの話なんですけども、このモニターめちゃくちゃ今回私いいなって思ったのが、ワイド、まあもちろんね、シネマカメラなので、この横長の画面ですね、ここに特化されてる液晶モニターなので、それはそれでいいんですけど、見やすくて広くて。それプラス操作がタッチパネルを使って撮影に関するパラメーターをいじることができるんですね。まあ、ホワイトバランスだったり、ISO 感度、シャッタースピード、F 値なども、まあ、ダイヤルとか使えばいいんだけどね。まあ、そういった撮影にまつわる操作がこの画面上からできます。で、今回の C80 は C70 と違ってセンサーモードをスーパー 35mm 以外にフルサイズのセンサーが使えます。こういった切り替えも液晶モニターから簡単にできます。これなんでこれがいいかっていうと、C80 ちゃんとこちら側にメニューボタンがあって、メニューボタンで各種ね、項目を操作できるようになっております。ただ、このメニューの項目が非常に多いので、
撮影してる時とかね、合間とかにこの中の撮影設定をいじろうとするとちょっとよくわかんないことになりやすいんですよね。まあ、ところがこれを液晶モニターでタッチセンサーで行うことができるっていうのはすごいわかりやすくて視認性も良くて、撮影のねプロファイルとかそういったものも設定できるんで、 ファイルか、まあ、メイン解像度とかそういったものまでいじれるので、これがあることによって操作が飛躍的にしやすくなってます。もう本当これすごい使える。まあ、そもそもシネマカメラ、カスタムボタンって言い方じゃなかったかな、アイサインボタンって言えばいいのかな、まあ、ちょっと正式なよくわかんないんですけど、そのカスタムでね、いろいろな機能を割り当てられる、そのアイサインボタンが、本当にね、数が多いんですよ。これ見えるだけでもう12個ボタンがあるのかな、12って書いてあるから。ちょっと、マニュアルね、ちょっと今手元にないんであれなんですけど、もうともかくボタンが多くて、ダイヤルとかレバーも多い。なので、初めてね、EOS のシネマカメラをレンタルで使う方って結構迷われるらしいんですよ、操作が。まあ、なんですけど、逆に私3週間ぐらいこれずっと毎日ほぼ触ってるんですけど、使ってるとそのアイサインボタンとか何が何に割り当たってるとか覚えられるし、ハズがあることによって自分がやりたいことにすぐアクセスできる利点を見出せるので、まあ、なんだろうね、ちょっと言い方難しいけど、キャノンのシネマカメラ C80 を使い込みたいっていう人だったら、このボタン数は間違いなく最高って思えると思います。まあ、ただレンタルで借りたら、なんだこのカメラってなるねそんな気はする。で、アイサインボタンに関してはちょっと小ネタなんですけれども、ね、メニューボタンを押しながら、該当のアイサインボタンを押すと、ショートカットでそのボタンだね、今3番のねアイサインボタンを選択してるんですけど、そこの設定を変えられるんですよ。なのでカスタムで設定したいボタンがあったら、メニューボタンを押しながらその対象のボタンを押せば、あ、13のボタンがここにあったね。13あるね。だからこれ例えばこうメニューをしながら13のボタンを押すと、この13のボタンを何に割り当てますかっていうのを変えることができます。これ素早くできるのは便利ですね。まあでもこのアイサインボタンの簡易的な変更なんですが、これはね、最初の方は役立つと思うんですけど、まあ結局使い出したらね、あんま使わなくなる機能ではあるんですが、まあただ、いざって時にアイサインボタンちょっとやっぱり違うのに変えたいって思う時あるじゃないですか、撮影する人って。その時にこのショートカットは楽だと思います。あと、こちら C80、電子手ブレ補正は内蔵してます。なんですけど、その電子手ブレ補正は、ちょっとこの映像見てもらえばわかると思うんですけれども、かけた状態とかけてない状態、まあ、それぞれ見てみてどう思われますか？私はそんなに使えないかなと思っていて。まあ、なので、この C80 を手ブレ補正ね、そのなんか滑らかな撮影したいっていう方は、やっぱりジンバルを活用してください。その方が間違いないです。で、今回使った中で特に活躍したなっていうボタンは、やっぱり、こちらですね、サイドにある ND のボタン、これをかけるごとに ND フィルターがね、このボディのところについてセンサーの前にあるんですけど、その ND フィルターで、その日中の明るいシーンでもシャッタースピードを落としながら撮影ができるので、これは動画撮る方は、まあ、あって嬉しいなっていうか、もうなきゃダメなんで、これは本体にくっついてるのはすごい嬉しいですね。で、特にこの話はちょっとね、私が勝手に思ってることなんですけど、ND フィルターって本来は、カメラのレンズの頭にね、つけるんですよ。で、そうすると、劣化する商品なんですよね。ND フィルターとか、PL フィルターって。なんですが、カメラのレンズの中側、内側で、ボディのね、そのセンサーの前にある ND フィルターなので、まあ、劣化が少ないんじゃないかなと、私は思っております。まあ、キャノンさんから正式な話じゃないですよ。なので、そういう部分も、すごく、この内蔵 ND フィルターは、いいよね。あと、今回 C80 になって C70 より確実にパワーアップしたところがオートフォーカスになります。オートフォーカスはキャノンの、まあ、今新しい呼び方されてますよね。デュアルピクセル CMOS オートフォーカス2という、ものになっていて、まあ、本当に、こう、オートフォーカスがめちゃくちゃ早いです。で、被写体検出が、人物とね、動物が捉えられるんですけど、その、まあ、うちは猫ちゃんいるんでね、猫ちゃんとか、まあ、あと娘とかをピント合わせると、すごい検出力高くて早いです。まあ、ただ、シネマカメラという考え方においては、マニュアルで、ピント合わせる方が多いですし、実際私も何か物撮りじゃないんですけど、こうシーンカットを撮るときって、スライダーとか使ったり、マニュアルフォーカスを使うことの方が多いです。まあ、なんですけど、やっぱり、オートフォーカスが性能が高いと、それを、こう、切り替えてね、シーンに応じて使うことができるので、やっぱりオートフォーカスの性能が高いというのは、めちゃくちゃ利点があります。まあ、キャノンさんもね、すごい自信持ってオートフォーカスの性能はすごい上がりましたからって言っていたので、そこは本当安心していただきたいと思います。まあ、ハード面の話をいろいろ言っているんですけれども、ちょっと内面の話で、撮影に関して、まあ、こちら 6K30P の
ロー撮影っていうのが、まあ、すごいね、データ重たいんですけど、撮ることもできて、それ以外に、まあ、EOS R6 とか EOS R5 に比べて、映像のなんかね、その違いがあるのかっていうと、まあ、あります。あります。これは、サイトにも書かれているんですが、私も今回いろいろ試してみたんですけど、まあ、結構違いがあって。で、特に、ログ撮影っていうのがね、カラーグレーディングっていうワード聞いたことある方いると思うんですけど、そう、動画を撮って自分好みのね、色にしたいって方。最初にね、平均的な、標準的なカラーに戻した後に自分好みの色に変えていくって作業があるんですけど、まあ、それに使うログ撮影っていうのが、EOS R6 や EOS R5 って、キャノンログ、キャノンログ3っていうのを入れてるんですよ。実際 R6 でもログ3でよく撮ってました。なんですけど、こちらの C80 は、キャノンログ2まで入ってます。で、このキャノンログ2が何かっていうと、ちょっとテロップにしとこうかな、ここね。長くなっちゃうから。まあ、簡単に言うと、16ストップの、すごいダイナミックレンジの広い、幅の広い映像が撮れるので、後でカラー調整するときに、めちゃくちゃやりやすいんですよ。まあ、だから、ダヴィンチリゾルブが有名ですよね。そのカラー調整するソフトとしては。まあ、それも私多少使うんですけど、それを使ったときにやっぱりやりやすかったり。まあ、色飛びの部分だったり、まあ、黒つぶれみたいな、つぶれちゃうところがあるんですけど、そこの部分においても、階調が広いので、幅の広い色を出しやすいっていう、明るさとかね、輝度とか。そこの部分は、こだわる人にとっては、めちゃくちゃ違いが出ます。ただ、まあ、動画撮ってね、そう、構成とか、映像の見せ方、面白さで伝えたいっていう方は、こういうカメラはいらないです。まあ、でも、やるとね、ほんとすごいなって思いました。あとは暗いところの撮影なんですけれども、ロー撮影やログ撮影であっても、そのベース設定で 12,800 っていう ISO 感度に設定して撮影できるんですが、高感度の撮影もかなり綺麗な感じに思えました。まあ、キャノンってもともとね、高感度撮影得意なんですよ、センサー的に。まあ、私がそう言ってるだけなんですけど、そこの部分も使いやすかったですし、あとはスロー撮影ですね、ハイフレームレートの撮影なんですけど、4K120p までが全然余裕で撮れますので、まあ、余裕がどう撮って余裕なのかわかんないけど、まあ、撮れますので、そのあたりも映像作品撮られる方にとってはすごく有利な点になると思います。まあ、どうしてもなんかこういう作品動画ってさ、スロー、まあ、まずまず使うじゃないですか。その時に 4K のハイフレームレート、120p ぐらいはなければ、ちょっと使いにくいカメラになっちゃうので、そこも全然余裕で使えます。はい、あと音に関しても今回試しきれなかったんですが、ちょっとケーブルがね、専用ケーブルがちょっと私持ってなくて、外部マイクを利用するときに、こちらですね、3ピンのミニ XLR 端子を2つ搭載してますので、外部マイクを利用される方はこちらを利用することもできます。ただ、それがなかったとしても、マイク端子もね、通常のものがありますので、ここだね、通常のマイク端子ありますので、これでワイヤレスマイクとか、まあ、一般的なね、ミラーレスカメラで使ってるようなマイクをそのまま使うことも可能です。まあ、設定ちょっといじらないとね、切り替えやんないといけないんですけど。まあ、あとは通常の EOS R シリーズと違うところとしては、3D ラット。ちょっとわかりにくいよね。まあ、映像やる方ってダヴィンチリゾルブとか、そういったソフトで、自分の設定したラットっていうね、まあ、フィルターみたいなもんかな、カラーフィルターみたいなもん。それを当てて編集したり撮影したりすることができるんですけど、この EOS C80 も、その自分で作った 3D ラットをカスタムピクチャーファイルに登録すると、記録する映像の画質をルックファイルで調整することができるようになります。まあ、ちょっとね、マニアックな使い方になるけど、それもできますので。はい。まあ、だから本当に色を楽しみたい方、まあ、色を作り込みたい方は、やっぱりキャノンの EOS R シリーズではなく、EOS の C シリーズってなってきますよね。あ、そうそう。あと、レンズのこともね、軽く触れとくと、今回、今ね、つけてる、この 35mm の F1.8 のレンズは、めちゃくちゃこの小回りが効くレンズで、しかも F1.8 だから、すごいね、いい、ぼかし効果を入れた映像とか撮りやすくて使いやすかったです。で、やっぱり何より、こちらですね、Z のレンズ。これね、電子制御できるやつ。まあ、これがあると、本当になんかその電子ズームで行えるので、手持ち撮影ほとんど私今回やったんですけど、その中でもブレの少ないズーミング作業ができたりとか、撮影ができたりとか。でもやっぱり今回一番使ったのはこれですね。24-105mm の Z レンズ。これがめちゃくちゃ私の今回のね、フリーでいろんな撮影するって面では活用の幅が広かったです。あとはズーミングのね、このアダプター。ズームアダプターは、まあまずあった方がいいかな。動画撮る場合は。はい。ということで、今回のね、シネマカメラ初回はちょっとまとめてしまいます。今回、この EOS の R シリーズに比べて、EOS の C シリーズ、まあ、特に今回 C80。やっぱり魅力ポイントは、その幅の広いダイナミックレンジを持っている、まあ、16ストップのキャノンログ2が使えるね。
こちらは圧倒的にその画質調整の幅が広い。あとは操作系は複雑にはなるけれども、プロが使うとか、もう映像の専門家が使うっていう面では、EOS R6、EOS R5 より、できることが多い。あと ND フィルター内蔵がめちゃくちゃ大きい。そして、先ほどの、ミニ XLR 端子みたいなね、拡張性が高い。まあ、このグリップもそうですね。グリップつけながら使うことが今回多かったんですけど、このグリップも使える。まあ、グリップが使えるはもうあれか。まあまあ、いろいろ工夫できるけど。はい。といったようなところでしょうか。今回の、この EOS C80 に関しては、ちょっとまだまだね、ちょっとお話できそうなことがあるので、ちょっとマニアックな動画だからね、見られる方も一部かもしれませんが、はい、ちょっと気になっている方にはまたいろいろお伝えしていきたいなと思います。ということで、私のこの栃木県足利市のスタジオからは、一旦この状態でお別れしようと思います。はい、またこちらの C80 のネタは、動画作っていきたいと思いますので、ご視聴していただけるとありがたいです。普段からこういう形でカメラ、ガジェット関係、ゲームの話を中心にやってる YouTube チャンネルなので、気に入った方は高評価、チャンネル登録お願いいたします。ではまた別の動画で、バイバイ。で、今ね、こちらね、足利の屋外スタジオで撮影してるんですけれども、こちらの C80 は今晩、足利フラワーパークに行って、まあ、ちょっとモデルさんやってくれる方もね、いるっていうことなので、ちょっとどんな感じで映せるのかっていうのを、ちょっと初めてね、その使い方で使うのドキドキなんですけど、試してこようと思ってます。まあ、そちらの方も、ちょっとネタになるようだったら、ちょっと動画の方で公開しますので、はい、使ったね、上での感想と、はい、実際撮影した映像っていうのを合わせてか別々か、はい、やりたいと思いますので、はい、そちらもお楽しみにしておいてください。